いやーそろそろ40代だし定番服について改めて見直していきたいなぁと思うんだよななんか YouTube とか見るとトレンド感あふれる服がたくさん紹介してあるからついつい着たくなっちゃうんだけどもそれだけだとなんかしっくりこないし若作りしてる感じがしちゃうんだよなあくまでベーシックで定番的な服があってその上にトレンド感の漂う服がうまくミックスされるぐらいが40代の自分にはしっくりくるような気がするんだけども誰か40代の定番服異教授に見え いいなななもののの教えてててくれるる人っっいいかなと思っている皆さんこんこにちはススタイリストのしゅんです今回の動画なんですが40代池王子定番服5000とといいいうテーマでお届けをしたいなと思っています、まあ、冒頭にもお伝えした通りですね40代になるとトレンド感の漂う服もですね確かに興味があるんですがそれだけだと何かこうしっくりこないなと感じる方も少なくないかなと思うんですね見た目ですとか雰囲気が大人なのに着こなしだけトレンド感満載だとギャップが出てしまうのでなかなかですねそれがマッチしないということも少なくないかなと思います ですので大人世代であれば定番的なアイテムをある程度揃えた上でそこにプラスアルファでトレンド服をですねうまくミックスするぐらいが僕はバランスがいいかなと思ってるんですねただこの40代が揃えるべき定番服っていうのはどんなものなのかなかなかですねこれがイメージが湧きづらいかなと思うんですね YouTube 見ても雑誌を見ても基本的にはトレンド的な服の方が圧倒的に紹介されることが多いので僕ら世代が揃えるべき定番服が一体何なのかこれがですねちょっとわかりづらくなってるかなと思うので今回のは 動画の中では改めててててししっっっかりとと点に絞ってご紹介をいいいきたいなと思っています。まあ、どのアイテムに関しても定番的ではあるんですがサイズ感だとかデザインのディティールに関しては今から5年ぐらい前のものに比べるとやっぱりですね変化してるわけなんですねですので皆さんも定番服であっても年々ですねサイズ感だとかデザインのディティールは変わるということも理解しながら改めて定番服を見直していただくといいんじゃないのかなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかっ よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。 はいということでここからはですね具体的に40代のイケオジを目指すための定番服をですね5点ご紹介していきたいなと思ってるんですがまず1点目これが最も重要度が高いかなと思ってるんですが僕自身も今着ていますシャツというアイテムですねこれがですね大人世代にはもう定番中の定番で是非持っておいていただきたいアイテムかなと思っています、まあ、シャツといえばトップスで襟が付いてるものなのできれいめな印象のアイテムかなと思うんですねでカジュアルシーンで使うシャツというのはどんなものがいいのかというと、まあ、僕の今 今着てるシャツなんかもそうなんですが最もオーソドックスなレギュラーカラーというものが、まあ、最近のシャツの中では非常に増えてきていますので、まあ、こういったものを買っていただくとでサイズ感に関してはほんのりゆとりを出した方が僕はですねカジュアルな着こなしの中には馴染みやすいかなと思うんですね例えば僕のブランドで出しているこちらのブルーシャツなんかもちょっとサイズ感は緩めに設計していますシャツって仕事でも使うことがあるアイテムなのでジャストサイズとかだとちょっと硬すぎてしまうんですねなのでこちらのシャツのように適度にゆとりがあった方がバランスがいいかなと思います僕 着ててててるるシャツもちちちちょょょっっっっっっとととととと立ってみますすがががやはりりりり幅ににあったただだかか肩ののライン落め設計にないんですね、まあ、こういったものを大人世代も着ていただくと程よいカジュアル感を出しながらも綺麗な雰囲気が出せるかなと思うのでおすすめしたいものかなと思っています個人的にはどんなシャツがおすすめかというとやっぱり清潔感を漂わせるブルー系のシャツですねこれが使いやすいなという印象です白シャツがですね最もオーソドックスかなとは思うんですが結構シンプルに見えすぎてしまって着こなすのが難しかったりするんですねそれを これよりもベーシックカラーの一つであるライトブルー系のシャツというのはめちゃくちゃ使いやすいのでこれは鉄板で持っておくといいかなと思います。あとはこちらのようなですねストライプのシャツなんかもすごく使いやすくて柄が入っているので少しアクセント的な要素もありつつ退屈に見えないのでこれまたですね大人の男性には非常に似合いやすいんですね。まあぜひこの辺りのブルー系のシャツやストライプ系のシャツは1枚持っておくといいんじゃないのかなと思います。本来であれば僕のブランドをお勧すすめしたいところなんですが在庫がもう全くないので今回ご紹介したいのが アーバンリサーチのですね、トーマス・メイソンオーバーシャツですね。こちらが大人世代にはバチッと見合いやすいかなと思います。僕が先ほどから言っているように、レギュラーカラーでサイズ感はほんのりゆとりがあるというところ。ここも押さえていますし、シャツの素材感ですね。こちらはトーマス・メイソンというイギリスの老舗ブランドの生地を使っていまして、質感がものすごくいいんですね。40代の大人世代が着るシャツとしては、ユニクロですとか無印良品も悪くはないんですが、もうちょっと上品な雰囲気を出した方が僕はいいかなと思うんですね。 にに関しては主役級にアウター感覚で着ることもできるのであまりケチらない方がいいアイテムだなと思ってましてそういったところも踏まえた上でトーマス・メイソンのオーバーシャツというのはすごくバランスがいいかなと思いますサイズ感も最初から少しゆとりが出してあるので皆さんの通常のサイズで選んでいただければまず問題はありません色はロイヤルブルーですとかあとはストライプ2ですとかこの辺りを選んでいただければ大人のベーシックなシャツとしてはかなり長く使えるかなと思うのでぜひチェックをしていただければなと思っています はい続いて2点目のアイテムなんですがこちらも大定番と呼べるような丸首のニットですね具体的にお伝えしますとグリーンレベルのクリアコットンスウェットライククルーネックニットこちらが使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますトップスというとですねいろんなバリエーションがあるんですが大きく分けるとカジュアルよりかキレイめよりかこの2つに分類することができると考えていますでカジュアルなものとしてはスウェットだとかパーカーだとかフリースだとかこのあたりのアイテムが該当するかなと思ってまして一方でちょっとキレイ めな雰囲気とととというと先ほどご紹介したシャツだだかかニットだとかカーディガンですねこの辺りが挙げられるかなと思います、まあ、僕ら大人世代にどっちが似合うのかというと、まあ、人それぞれではあるんですが年を重ねるごとに肌の質感も変わりますし髪の毛のボリュームも落ち着いてきたりするのでちょっと小綺麗に見せる要素があった方がバランスが取りやすいんですねそういった意味では丸首のニットというのはすごく使い勝手がいいかなと思います先ほどご紹介したカジュアルジャンルの中でのスウェットとニットというのは競合するようなアイテムではあるんですが個人的には ニットの方が使いやすくてスウェットの方がちょっとクロート見えさせることができるので使い方次第かなとは思うんですね一般的にはニットを使った方がバランスは取りやすいかなと思いますでこちらのグリーンレベルのニットに関してはスウェットライクという名前がついてますよねこれなぜかというとですねスウェットの方が圧倒的に着心地がいいんですねニットというのはどうしてもチクチク感があったりだとか傷らさを感じる方も少なくないアイテムなんですがそこをスウェットライクな素材感で気軽に着やすいようにですね作られているのがこちらのニットなので そういいった意味ででもかかなななり万能すすねニットかなと思いますでサイズ感に関してはこちらのニットに関しては適度なゆとりり感がありますそして中肉厚というところもポイントで薄いニットだと体のラインを拾ってしまいがちでこれまた結構難しかったりするので中肉厚これぐらいだと適度に厚みがあるのでさまざまな季節にも着やすいですしお腹のぽっこい感だとかその辺りも出づらかったりするのでより大人世代には使いやすいかなと思います、まあ、カラー展開は4色になっているんですがやっぱりベーシックなところを考え と個人的にはライトグレーですねこれ一押し,したいなと思ってるんですねなぜかというとこのようなニットというのは単品で着ることもあるんですが個人的には重ね着のパーツとして使うことが多いんですねこの上にですねダウンですとかロングタケのコートを着たりすることが多いのでそういった時のですね内側の色としてちょっと明るめの方が華やかさが出せるんですね例えばダウンなんかもブラックだとかグレー系が多かったり結構濃い色が多いんですよねロングタケのコートに関しても、まあ、ブラックだとかネイビーだとかグレー グレーとかこの辺りも多いですしあとはちょっと違ったアースカラーとかでいうとベージュだとかオリーブだとかその辺りも該当するかなと思うんですがそういった色の場合でもライトグレーのニットというのは相性がいいのでこの色を持っておけばまず間違いがないかなと思いますこれも流行に左右されることなく3年4年と着ることができるので40代のイケオジアイテムとしてぜひ皆さんですねチェックをしておいていただければなと思っています はい続いて3点目はですねもう僕の動画の中でも何度もお伝えしているようなブラック系のイージーパンツですねこれまた大人の定番的なアイテムになるかなと思います具体的にはこちらですねグラミチウールライクニューテーパードパンツですね価格は1万4300円ということでこれは使い勝手が非常にいいかなと思います、まあ、グラミチのボトムスというのはもともとすごくカジュアルな雰囲気があったんですが最近はですねやや細身のものが多くて大人のカジュアルシーンでも使えそうなものが非常に多くなってきてるんですねでグラミチのオリジナルもあるんです ですけどもいろんなブランドとのコラボレーションをしている中で、まあ、今回はこちらグリーンレベルの別注版ということになってるんですがシルエットに関してはもも周りには適度なゆとり感がありますが膝から下にかけて徐々に細くなるようなシルエットをとってるので大人世代には圧倒的に似合いやすいようなそういった一本に仕上がってるかなと思います最近ではですねワイドデニムだとかワイドチノだとかユニクロのものもですね話題になっていますが、まあ、こういったものが大人世代に似合うかというとなかなか似合いづらい人も多いわけです ですね、トレンド感が強くなればなるほど世代的にはちょっと難しくなってくるんですがこういったテーパード型のボトムスに関しては年代によってめちゃくちゃ似合わないというのがなくて誰にでもハマりやすいんですねそういった意味では定番的な一本になってくるかなと思います素材に関してはポリエステルをメインに使ってるんですがウール調にですね見えるような素材感なので大人っぽく上品なんですねですので先ほどご紹介した丸首のニットだとかシャツだとかそういったアイテムとも非常に相性がいいです一番最初ににご紹介したシャツに関して は少しゆるるさのあるもののあもだったのでそれに対してボトムスはやや細めでギュッと締めてあげればいわゆる Y シルエットと呼ばれるような上ちょっとゆとりがあって下細めというようなスタイルが気軽に作ることができるので結構バランスよくはまりやすい1本かなと思いますグラミチ特有のベルトが付いていることでウエストの調整もしやすいですし後ろ部分はゴムになっているのでリラックス感があって使い勝手がいいんですねカラーに関してはやっぱりブラックが大定番なんですがこれを揃えた後にはダークグレーですねこの辺りもすごくく使い勝手が良くて例えば上 上半身がブラックののような濃い色の場合ですねボトムスまでブラックだとちょっと重たすぎるのでそういった時にダークグレーのボトムスでちょっと色を変えてあげるとモノトーンでハマりもいいし真っ黒になりすぎないのでバランスが良かったですので、まあ、こちらも検討してもらうといいかなと思いますということで3つ目のアイテムは細すぎないイージーパンツですねこのあたりもぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています はい、続いて4点目のアイテムなんですが、セットアップですね。これまたですね、大人世代には間違いなく欠かせないアイテムになってくるかなと思います。ファッション全体がカジュアル化してきてる中で、昔に比べると休日にジャケットを着たいだとか、セットアップを着るような機会って僕は減ってきてるかなと思うんですね。だからこそ大人世代がこういったものが着こなせると、イケお時間というところは出しやすいかなと思います。ただ従来のですね、細身のセットアップではなくて、少し肩の力が抜けたようなリラックス感のあるセットアップ アップの方が現代には合ってるかなと思うんですねで内側に着るものも襟付きのシャツよりは圧倒的に丸首の T シャツだとかそのあたりと合わせるのがすごくバランスがいいかなと思いますそこで今回ご紹介したいのがですねこちらですねビューティドユースの360度マスターリラックス2ボタンジャケットセットアップ対応ですねこれに対してボトムスなんですが同じく360度マスターのワンプリーツテーパードパンツですねこちらを合わせてセットアップを組んでいただくといいかなと思いますでボトムスの種類なんですが実は 2種類あってもうちょっとですねゆとりのあるものもあるんですが今回40代の受け落ちというところを考える上で太すぎないボトムスがいいかなということでボトムスはテーパード型にしています一方でジャケットに関しては肩のラインがちょっと落ちていて360度マスターということでリラックス感のある素材使いで少しゆるさのあるものを選んでいますこのセットアップを作っていただくと結構使える場面があるかなと思ってまして素材的にすごくライトなんですね僕も持っているんですがストレッチも効いているので本当ジャケット ととととといいいうよりはちょっっしたアウター感覚でで着ることができるこがきんじゃななのかなと思っています。まあ、僕たち40代の大人世代だとまあ子供の参観日だとか子供のイベントなんかでちょっとこう小綺れに着なくちゃいけない場面もあったりだとかあとはちょっとおいしいものを食べに行く時とかにもジャケットだとかセットアップの着用が必要になる場面があったりするかなと思うんですがまあそういった時にもですねこういったものが一つあると便利かなと思いますもうバチッとタイトな感じだと休日なのにどうしたんですかって感じになりがちなんですがこれぐらいの適度な緩さがあるも だととそういいいいいいった感じがが出ななので僕は使い勝手がいいなと思いますカラー展開はブラックだとかダークブラウンがあったりするんですがやっぱりネイビーが使いやすいんですね白 T で合わせてもいいしあと内側にですねブラックの T シャツで引き締めるみたいな着こなしも結構かっこよかったりするのでネイビーを持っておけば鉄板かなと思いますもちろんですねオンの機械でもネイビーのセットアップだと使うことができるのでそういったところも含めて皆さんもですねこちら用意をしておくといいんじゃないのかなと思っています はい、続いてラスト5点目はですね、ロング丈のコートですね。今撮影しているのが夏なので、ちょっと暑苦しい感じもするんですが、大人の定番的なアウターとしては、ダウンももう間違いなくマストになってくるんですが、より綺麗めで定番的で、着るだけで素敵に見えやすいのは、ロング丈のコートかなと思います、まあ。ロング丈のコートにもいろんなものがあって、ダッフルコートもありますし、トレンチコートもありますし、あとはチェスターコート、ステンカラーコートもあったりするんですが、その中でも個人的には、こちらのような、 ステンカラーコートが使いやすいかなと思いますまあ、季節的にちょっと具体例が出しづらいんですがアーバンリサーチドワーズのニットメルトンパテットバルマカンコートですねこういった形のものが大人世代にはハマりがしやすいかなと思いますいわゆるコートの中でも大定番と呼ばれるようなデザインなんですがだからこそ長く使うことができますしトレンドに左右されずに使うことができるかなと思いますまあ、ステンカラーコートかもしくはチェスターコートかというですね二択になってくるかなと思うんですがチェスターはここ数年ですねずっとトレ ンド的な立ち位置で一時ものすごくピークで流行ってた時もありましたが、まあ、徐々に落ち着いてきてる感じがありましてステンカラーコートというのは一方でもう定番的でずっとあり続けていて今もですね旬な雰囲気さえあるぐらいのアイテムなので個人的にはチェスターよりもステンカラー型の方がいいんじゃないのかなと思っています素材も春だとか秋に着れるようなライトなものもあれば冬であればウールだとかウールライクなちょっと機能感のあるものとか変わってくるかなと思うんですが皆さんのライフスタイルに応じてこの辺りは一着 ももしくは2着揃えてもらうとといいいいんじゃななのかなと思います、まあ、こちらのですね、ドアーズのものに関しては、今回、モカしか色がないんですが、ベージュとかモカとかこの辺りの色合いって、秋冬らしいシックな色合いで、結構着れるとおしゃれに見えるんですね。モカもいいし、あとグリーンレベルのこちらのですね、ステンカラーコートのように、ベージュから少し濃いぐらいの色合いなんかもすごくバランスがいいかなと思います。先ほどご紹介したシャツだとか、ニットとも相性が良くて、着るだけで大人感だとか、上品な雰囲気も漂いやすいのは、やっぱりステン ーのののロング丈のコートかなと思うのでこういったものも改めてですねこれから選択肢がどんどん出てくる季節かなと思うんで皆さんも買い添えていただくといいんじゃないのかなと思っています。 はい。ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では、大人のイケオ定番アイテム5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関しても定番的でですね、これから3年、4年先を見据えた上でも使いやすいものが多かったんじゃないのかなと思います。まあ、これらのアイテムというのは間違いなくですね、大人の定番的な位置づけでありつつ、中級者の方でも使えるようなものが多いかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、今後の服選びの一つの参考にしていただきたいなと思います。このベースサイトとなっていれば、 その中にちょっとトレンド感漂うようなスニーカー入れてもらったりだとかあとはバッグを入れてもらったりだとか小物でトレンド感追加するだけでも今っぽさって結構出せたりするのでやっぱり改めてこのベース部分が大事だなということを僕自身も実感しましたぜひ皆さんも今回の動画を参考に今後のアイテム選びをですね楽しんでいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルから メスティックブランドまたはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信も行っていまして皆さんから頂い,いたご質問にお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのシュンでしたまた次回の動画もお楽しみに